マリア・アーマーリア・フォン・ザクセンは、ドイツのザクセン選定校家の公女で、プファルツツ・ズバイブリュッケン公カール・アウグストの妻。全名は、マリア・アーマーリア・アンナ・ヨゼフィーナ、アントニア・ユスティーナ、アウグスタ・クサベリア・アロイジア・ヨハンナ・ネポムゼーナ、マグダレーナ・バルプルギス・カタリーナ。ザクセン選定公、フリードリヒ・クリスティアンとその妻で神生ローマ、皇帝カール7世。 アルブレヒトの娘であるマリア・アントーニアの間の第六子、長女として生まれた。1774年2月12日にドレスデンにおいてカール・アウグストと結婚した。アマーリアの兄の選定校、フリードリヒ・アウグスト三世が1769年にカール・アウグストの妹・アマーリエと結婚しており、これは両家を結びつける二重の縁組であった。夫妻は、 ノイブルク上をスマイトした。1794年に夫のオバエリーザベト・アウグステが亡くなると聖エリーザベト貴婦人会の団長職を引き継いだ。さらに夫と死別後の1798年にはミュンヘンの聖安な貴婦人会修道院の修道院長となった。アマーリアの修道院長在任中、同修道院では 規定のバイエルン・オーマクシメリアン一世の命令によって数字にわたり修道院改革が実行されている。1831年に死去し、意外はノイブルクの宮廷教会に葬られている。夫との間に息子を一人設けたが溶接した。ウィキメディアコモンズにはマリア・アメリー・フォンザックセンに関するメディアがあります。ありがとうございます。